惑星の気候進化を解き明かすことは、生命の居住可能性を探る上で最も重要なテーマといえます。特に地球の過去の気候変動のデータは、他の惑星の進化を考える上でもベースラインとなる非常に重要なデータです。地球は過去に全球凍結するほど気候が寒冷化したことが分かっていますが、一方で最も暑かった時代の気候はどうだったのでしょうか。今から約1億年前の白亜紀は恐竜が繁栄した時代として有名ですが、地球史上最も気候が温暖だった時代の一つとしても知られています。特に白亜紀の中期は熱帯の表層海水温はおよそ35度 C と高く、海面も現在より170メートル程度高かったと推定されてきました。こういった地質的記録から、大気中の CO2 濃度は約 1000ppm と現在のおよそ3倍もあったと見積もられてきました。しかし、これまで白亜紀中期の地質学的証拠は低緯度や中緯度地域でしか発見されておらず、高緯度地方の気候はよく分かっていませんでした。特に南極大陸に氷床が存在していたかどうかは、研究者の間で意見が分かれており、大きな注目を集めていました。この問題を解決するため、ドイツのアルフレッド・ウェゲナー研究所を中心とする大規模な研究チームが編成され、2017年に南極大陸の西側南極点からわずか 900km の地点に観測船を派遣し、海底を掘削しました。その結果、研究者も予想していなかった驚きの事実が明らかになりました。得られたドリルコアサンプルを X 線で CT スキャンしたところ、植物の根の複雑なネットワークが非常にきれいに保存された状態で発見されたのです。さらにサンプルからは大量の異観測植物の花粉や胞子も発見されました。発見された植物の中には、南極地方でこれまで発見されてこなかった被子植物の先祖すら含まれていました。こういった地質的証拠は明らかに、白亜紀中期の西南極は温帯雨林が生い茂るような温暖湿潤な環境であったことを示しています。これらの地質データをもとに気候モデルによる理論計算も行われました。その結果、大気中の CO2 濃度は今までの見積もりより高く、最大で 1600ppm に達した可能性があることが分かりました。さらに南極大陸には大規模な氷床が存在しなかったことも分かりました。この時代、地球で最も寒い場所の一つである南極点ですら、年間平均気温はおよそ12度程度で、現在の宮城県の年間平均気温に相当するぐらいの気候でした。南極以外の場所、例えば中緯度地域では年間平均気温が40度に達するような地域もあったと予測されました。南極大陸は1年の3分の1は極夜が続くような極限環境です。それにもかかわらず、南極点の近くに大規模な森林があり、温暖な環境があったことは大きな驚きを持って受け止められました。高い CO2 濃度が南極の長い夜でも気候を十分に温暖にしていたのです。今回の論文は現在の地球の未来を考える上でも非常に重要な示唆を与えています。このまま CO2 濃度が上がり続ければ、世界の平均気温が大幅に上昇し、南極から氷が完全に消える、そういった状態が実際に9000万年前の地球で起こったことが実証されたのです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。面白かったという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。また、内容についてご意見がある方は、コメントいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。